てて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 。お疲れ様です。前田です。今日はこちらのコンプセット。ガシャポン機械戦隊全カイジャーライトブレスでーす。今回は全6種類ですね。全カイザー、全カイジュラン、全カイガオン、全カイマジーヌ、全カイブルーン、ツーカイザーということで開けます。はい、袋から出しまして、それぞれですね、本体と、この腕に巻く用のベルトがついてます。これ全部色が違うやつですね。で、これが本体でございます。まずこれ1個目の全カイザーでございます。こうなってるんですね。で、絶縁シートがあって、これがスイッチかな？じゃあちょっとこれを引っ張って取りまして、で、このスイッチをオンにしますと、はい、光ってますね。お！そうか、7色でしたっけ？おー、すごい。どんどん色が変わっていきますね。全部こういう仕様だと思うんですけど、まあこのキャラの顔が違うということで見た目も、印象が違うんじゃないかなと思いますね。付属のベルトはですね、全部クリアパーツで、これ穴の部分がこれ可愛いですよ。星型になってますね。ただ大人の僕がつけれるのかな。とりあえずちょっとこれ通してみましょうかね。はい、裏のベルト通しに、通せばですね、簡単に一周できるんですけど、これは一番大きい穴をですね、ちょっとこうやってみてもですね、あーもう大人は厳しいですね。はい、僕の指4本でちょうどでございますね。2番全開ジュラン、3番全開ガオーン、4番全開マジーヌ、5番全開ブルーン、6番ツーカイザーということでですね、ちょっとこの手の商品恒例の、はい、また真っ暗な部屋に行ってですね、撮影してみたいと思います。はい、暗闇の部屋にやってきましたので、ライトを消して、はい、何も見えませんね。ということで、まずは全カイザーからスイッチオン。お、めちゃめちゃ綺麗。どうですか？いや、これベルトもクリアでいい感じですよ。はい。はい、こんな感じでございます。大人はちょっと腕には負けなそうですけど、はい、ちょっと手のひらに、通して映すとこんな感じですね。はい、いかがでしょうか？めちゃめちゃ綺麗だね。お次は、ジュラン。スイッチオン。はい。来たー。どうですか。まあ、顔が違うだけで、ギミックは同じなのでですね、あんまり喋ることはございませんが、ジュランはこんな感じでございます。これ今気づいたんですけど、ゼンカイザーは顔全体の色が変わってくんですけど、ジュランはですね、全体光った後は、この額の16の部分だけが光ったり、そうじゃなかったりってしてますね。ほら。今、全体じゃなくて、額の部分がメインで光ってますけど、全カイザーは全部光ってますよね。で、今、ジュラン全部光った。光り方に違いがありそうですね。続いて、全カイガオーン。全体光る？あ、額だけ光る。みたいな感じで、色が変わりますね。ガオンも綺麗ですね。ただこれ光るとこの額のエンブレムが見えないですね。横から見るとわかるかな。はい、ガオンはこんな感じ。お次が全開マジーヌ。これ全部の種類で言えますけど、この顔いいですね。かわいい。かっこかわいい感じの、いいところのデザインというか、なんかいいところ、間を取ってる感じがしますね。前回マジーヌも全部が光ったり、額の部位の29のところだけ光ったりっていう感じで点滅してる感じですね。うん。まあ、ギミックは全部一緒ですけど、やっぱり顔が違うのでですね、見え方の印象って違いますよね。お次はブルーン。はい。うん。ああ、来ましたね、ブルー。この色がブルーンですね。
どうでしょうか。普段は青いブルーもですね、真っ赤っかになったり、白くなったりと、あ、ピンクになった。もうなんか面白いですね。そういう見方をすると、結構楽しめるかな。最後は、ツーカイザー。ツーカイザーはちょっとゴーグルの部分が、わかりづらいというか、うん。全部、光に覆われてる感じですね。これ見やすいな。中の電球がちょっと目立つかなという印象ですかね。ゼンカイザーは、あ、ゼンカイザーじゃない、ツーカイザーはこんな感じ。6つ全部光らせてみるとこんな感じ。うん。なんか仕事とかやる気でなくて、ぼーっとしたい時にこれを真っ暗の中でつけて眺めてると案外良さそうな気がしてきましたね。そういう用途では開発されてないと思いますけど、いや、綺麗ですよ。真っ暗な部屋でつけると効果的ですね。結構これ夏祭りとか、もうちょっとシーズン的にも、ちょっと今のご時世的にも夏祭りって難しいんでしょうけど、縁日とかで手に巻いて、リングあるじゃないですか、光るやつ。あれにちょっと感覚としては近いんですかね。これお子さん喜ぶんじゃないですかね。ガシャガシャで、うん、6分の1で、まあ、どれが出ても光り方は、変わらないので、もうあとは好き嫌いですよね、キャラの。個人的にはゼンカイザーとマジーヌ・ブルーンあたりが僕いいかなと思いますけどね。皆さんいかがですか？はい、ここでじゃあもう締めに入っちゃいますけど、ライトブレスですね。ガシャポン1回200円の商品なので、1個ぐらいこれあったら面白いと思いますよ。どれが出ても割といいんじゃないかな。あとはもう本当にキャラクターの好みの問題ですね。で、これ電気つけると、はい、このようになってですね、ちょっと、やっぱり、見え方の美しさが、ちょっとじゃないな、全然だな、弱まりますので、やっぱり、はい、電気を消した方が、綺麗ですね。これすごいいいと思いますよ。はい、ということで今日はですね、ガシャポン機械戦隊ゼンカイジャーライトブレスのご紹介でございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。前田でした。よろしくお願いします。前田でした。